名前は坂本ひろみです。アニメーターをさせていただいてます。作画監督を務めさせていただいている三浦雅子です。よろしくお願いいたします。作画監督は自分が担当する話数の絵コンテをいただいて、よくまず最初に読み込みます。でその上で演出さんや監督 の演出意図っていうのをよく考えて、で各アニメーターさんたちが作業してくださった原画を見ながら、絵コンテが欲しい絵っていうのを考えながら、1話数を通して絵柄が統一するように作業していきます。バキっていう作品はそのシリーズを通して、その最近のアニメにはなかなかいないようなキャラクターが、すごく造形がすごく重い作品だと思うので、そこでアニメーターさんにこう求められる技術というかスキルっていうのがすごく大きくなってくると思います。アニメーションとしてこう筋肉が動いた時にどう見えるかっていうのもすごく考えるんですけど、そのキャラクターのやっぱりこう漫画の印象がすごく強いので、キャラクターの表情だったりとかをすごく大事にするようにはしています。はい、バキはやっぱりこう原作に根強いファンの方々がたくさんいらっしゃるので、やっぱその原作の雰囲気をアニメでも活かせるように、そこをすごく気をつけて、バキって戦闘シーンとか日常シーンとか食事のシーンとか、ちょっと甘いムードだったりとか、さまざまなシーンが盛りだくさん含まれているので、そのシーンに合った表現をすることにすごく意識して取り組みました。今回のではなくて、確か前回の大体祭のシリーズだったんですけど、そこで初めてバキで一人原画っていうのをやらせていただいたんですね。それがすごく勉強になりました。1話数がだいたいアニメって350カットから、バキの場合は450とかもある場合もあるんですけど、その時は406カットあったんですね。それを全部一人でレイアウトを切るっていうことです。レイアウトを書くってことです。まずバキを書くにあたって、その板垣先生の中のバキのイメージがジャニーズ系だってお伺いしたんですね。それで、すごく可愛らしい顔をしているんだっていうイメージがあって、そのように書こうと書いてるうちにすごく楽しくなってきました。マウスの3人一緒に動くっていう不気味さ、あの辺が、はい、ちょっと印象に残ってます。はい、どうぞ。見たことなかったですね、3人三つ子があんな息ぴったりなキャラクターっていうのはちょっと初めて見たものだったので、ぴったりじゃないとおかしいことになるので、逆に作業自体はすごくラッキーだったんですけど、一体書いてで、それを普通に一体描いたもので、残りの2体もコピーペっていうんですかね。これは本当すごくお伝えしたかったことだったんですけど、そのファンの方々が応援してくれてたり、楽しみにしてますっていうコメントを拝見させていただくことがあるときに、それがすごく自分の活力になるんですよ。やっぱりこう締め切り間近だったりすると、メンタル面とかフィジカル面がボロボロになってベッドから起き上がれなかったりするんですけど、でもそういうコメントなんかを拝見するとすくって立ち上がれるんですよ。起き上がって、なんかやるぞ牛やるぞっていう気合が、本当に目に見えない力がグッてくるので、本当にファンの方々にはありがとうございました。はい、これからも応援していただきたいなと思っております。スタッフ一同一生懸命魂を込めて
作っておりますので、ぜひたくさんの方に見ていただきたいと思います。